増え続ける空き家についてです。長期間放置され、災害時などに倒壊の危険のある空き家も増える中、今年6月、空き家に関する法律が改正されました。県内にはどのような影響があるのか、現状を取材しました。隣の家に4日かっとでしょ。もうあの時点でもうあと台風とか来たら、あの破片がこっちにも飛んでくるかもわからないんで、まあ、早く壊してもらった方が。屋根が隣の建物に寄りかかり、今にも倒れそうな住宅。小城市牛津町のこの住宅は台風などで倒壊の危険性が高く、小城市は先月強制的に解体に踏み切りました。複数人いた相続人は次々と相続を放棄し、残る一人とは連絡が取れなくなっていたということです。こうした行政代執行は今後各地で増加すると見られています。2018年の調査では県内に空き家は5万300戸、7県に1軒が空き家という結果に。このうち2割以上の1万1400戸が倒れたり崩れたりする可能性がある危険な状態、またはその一歩手前という状態です。年内に発表される最新の調査ではその数がさらに増加する見込みです。県内を中心に空き家の解体などを請け負う企業はここ数ヶ月で問い合わせの件数が増えたと話します。以前だったら月に1回ぐらいだったんですけど、今月ぐらいになって週に1回というふうに増えてきたりしています。背景にあると考えられるのが、今年6月の法改正で新たに設けられた管理不全空き家。倒壊の危険はなくても雑草が生い茂っていたり、ガラスにひびが入っていたりして管理が不十分な場合に指定される見込みです。固定資産税の優遇措置の対象外となり、支払う税金は最大で6倍に増えることになります。佐賀市の場合、空き家全体の4割が該当するとみられています。いわゆるこう管理不全、そのいわゆる危険な空き家の、ね、手前でその空き家を、ね、きっちり管理していこうよっていう、これをもって、まあ、空き家対策をというのがまあ狙いですよ。専門家は危険な空き家の対応を行政に依存しすぎないことが導入の目的と話します。改正法は年内にも施行される見通しです。地位がなくなってもう3年ほどになるんですけど、ちょっと前もう住んでないもんで維持管理がですね、30年以上家族で住んでいた家を解体すると決めた佐賀市大和町の男性です。建物に大きな損傷はなく、すぐにでも暮らせる状態です。こう改めて見てですね、いろいろちょっと思い出すこともあるんですけど、ちょっと寂しいかなとは思いますね。解体を悩んだ理由は住宅への愛着の他に税金の問題がありました。住宅が建っていれば土地にかかる税金が優遇され負担を減らすことができますが、解体後は優遇措置がなくなり税金を多く払うことになるためです。一方で事故の危険性や周囲への影響を考えると、費用をかけてでも解体したいと考え、土地は売却することを決めました。たんですけど、やっぱり痛みもありますし、無人なんで、もし火事とかですね、そういうのがあったらご近所にまた迷惑をかけてしまいますので、もうそういう事故等がもう起こる前にですね、ちょっともう手放した方がいいのかなと。長い間使われてなかった家材 の分別作業っていうのはやっぱりこちらでするので、そうですね、早い段階で決めてもらえた方が費用もかさみませんし、こちら側としてもやりやすいかなと思います。
今回の法改正で危険な空き家の対策として一定の効果が見込まれる一方、空き家の増加は引き続き課題として残ります。専門家は家の相続を早めに話し合っておくことが最も重要だと話します。例えば子どもさんを集めてこの家については、まあ、自分が死んだ後は、これは長男にやると、そういう話をするだけでも違うと思うんですよね。この建物所有者、例えばお父さんが亡くなった時にどうするかっていうのをやっぱ決めとくってことが一番大事ですよね。